こんにちは、吉澤です。今回はこちら、スウェーデン軍の M90 前期と後期のパーカーのご紹介になります。北欧の国スウェーデン軍のオーバーコートになりますので、防寒性に、優れております。さらにこのファッション性の高さも相まって、ここ 1,2 年ですね、非常に人気の出てきているアイテムになります。特に今年はその勢いが、加速している印象です。ファッション的にですね、軍物関係がお好きな方の中には、すでにお持ちの方だったり、まあ中にはですね、欲しいけど、サイズ感どうなんだろうっていう悩まれている方も、多くいらっしゃるかと思います。まあ動画のですね、後半にですね、着用動画が流れますんで、まあサイズの参考になれば、嬉しいです。まあそれではですね、具体的に見ていきたいと思います。まずこの M90 なんですが、大きく分けてフード一体型の前期タイプと、まあ、フードが襟に、収納されている後期タイプに分かれます。まあ後ほどですね、着用した、動画流れますが、まあここから上のデザインが違うだけで、もう全く別物だなという、印象を受けております。まあカラーになるんですが、一応オリーブグリーンになります。で、軍物特有の色味の個体差っていうのが存在します。まあ例えばこちらですと、グリーン味の強い、オリーブグリーンですね。まあスウェーデン軍らしいかなっていうふうに僕は感じてます。で、こちらはまあ一般的な、ミリタリー系のオリーブグリーンかなと思います。で、ここにはないんですが、もうちょっとブラウン寄りのものだったり、まあ、結構色味の個体差っていうのが、存在いたします。さらにですね、生地の方も、個体差がございまして、まあ、コットン、ポリエステルになるんですが、コットン50のポリエステル50だったり、コットン65、ポリエステル35などが存在します。で、大きく分けると、硬めの素材ですね、硬めの素材と、ソフトなものとが存在いたします。まあ定かではないんですが、まあ、僕が 3,40 着、見てきた中ですと、前期は硬、いハードな、生地が使われていて、後期は、後期の前半ですね、初めの方は硬い素材が使われていて、まあ、後に、柔らかいソフトな、素材が使われているのかなっていうふうに見ています。まあ、ただですね、まあ、枚数が 3,40 着見た程度ですので、まあ、確実な情報ではないので、ご了承ください。で、この生地なんですが、防風性が結構あります。まあ、着用動画、撮影した際に結構ですね、強風だったんですが、防風性の高さを、感じました。で、さらにですね、まあ、あまり歌われてないんですが、撥水性も、ございます。まあ、防水ではないんですが、水を弾いてくれます。それではですね、ディティールの方を簡単に見ていきたいと思います。で、前期と後期、まあ、首から上部分のデザインが違う程度ですので、下は、基本的には共通のディティールになっております。まず前立ての方はスナップボタンと、ジッパー、ファスナーですね。このファスナーは、ダブルジッパーになってまして、下からも、開くことができます。で、フロントに大きな、フラップ付きのポケットが付きます。まあ、少し前にですね、同じスウェーデン軍の M59 パーカーの動画を上げさせていただいたんですが、まあ、そちらもですね、同じように大きな、ポケットが付いてまして、まあ、その流れを、組んでるのかなと思います。で、袖口は、スナップボタンで、調整が可能です。まあ、胸にはですね、まあ、階級章とかですかね、つけるようなタブが付いております。で、前期タイプの方は、まあ、先ほども言ったんですが、一体型の、フードで、かなりですね、スタンドが高いですね。まあ、あまりこのような、まあ、軍物に限らずですね、こういったデザインは少ないかなと思います。まあ後で、着用動画見ていただくと分かるんですが、もうこれぐらい、もう顔のちっちゃい人だったらもしかしたらもう見えなくなっちゃうぐらい、小顔効果がございます。まあ、このままですね、一番上まで、このような
状態でですね着ていただいてもいいですし、まあ、ちょっと広げて着ていただくのもいいかと思います。まあ、ちょっとここでは分かんないんですが、内側にフードを丸めて留めるような、まあ、ベルトのような、ものがついておりまして、まあ、あまり実際使うことはないと思うんですが、フードを丸めて固定することができます。で、後期タイプですね。こちらも結構高い、スタンドネックになります。で、フードが、襟に収納されておりまして、まあ、ここの仕様自体はアメリカ軍のレベル7の、フードを収納するような、まあ、感じの仕様になってますね。で、フードは結構チープな、まあ、中綿とか裏地がつかない、フードがついてます。で、内側はですね、キルティング、仕様になっております。ウエストを、絞る紐ですね、こちらもついてまして、まあ、着た時、少しシルエットを、変化して着ることができます。で、さらにですね、まあ、M59 パーカーにもあったんですが、ここに固定するベルトのような仕様がございます。こう前をですね締めなくてもこう脱げちゃわないようにするための、固定する仕様ですね、そちらが備わっております。まあ、そしてですね、シルエットの方なんですが、まあ、オーバーコートになりますんで結構ざっくりとした、ボリュームあるシルエットになります。まあ、ただですね、まあ、中綿がそんなに、もこもこ入っているような感じではないですし、まあ、あとはラグラン袖ですね、まあ、袖のデザインだったり、まあ、結構着た感じは、すっきりしてるかなっていう風に感じてます。まあ、こちらのサイズなんですが、まあ、ありがたいことにラベルに、まあ、はっきり書いてありまして、180-65とか、170-65とか、まあ、180-170っていうのは身長ですね、身長で、まあ、丈あとは袖に影響してまして、65とか、75、これが体重ですね、体重で横幅を、まあ、示してます。まあ、180の中に65とか75とか、まあ、85とか結構幅広くサイズ展開されてまして、適用範囲も書いてありまして、まあ、例えば180ですと175から185で、65キロですと60から70プラスマイナス5センチまで適用しますよっていうようなサイズ表記になっております。まあ、非常に、まあ、ありがたいですね、こういったものは。なかなか軍物ですと、まあ、サイズが分かんなかったりするので、まあ、パッと見で分かるのは非常にいいデザインかなと思ってます。まあ、ただですね、まあ、もともとですねオーバーコート、まあ、ジャケットとかの上に、羽織るような感じですので、まあ、大きめの作りになっておりますので、その辺も加味していただいた方がいいかと思います。まあ、この後ですね、着用動画流れますんで、まあ、少しでもサイズの参考になれば嬉しいです。で、今回僕が170-64kg ぐらいでして、前期タイプと後期タイプ着てます。で、前期タイプは180-65で、後期タイプが170-75というサイズと180-65というサイズを、着させていただいております。まあ、どのサイズもですね、実際僕の170-64っていうと、まあ、適用範囲外になってしまうんですが、まあ、着た感じ、まあ、自分的にはありかなと思ってます。それではどうぞ。
ここまでご覧いただきありがとうございます。まあ、正直後期の方は2サイズあったんですが、あまり動画ですと、まあ、サイズの違いが、伝わりにくかったかなっていうふうに、まあ、思っております。まあ、着た感じで言いますと、まあ、180ですとポケットがですね、僕の身長とか、まあ、手の長さだと、まあ、下に行きすぎちゃうかなっていうふうに、感じましたね。まあ、ただ全然ありかなっていうふうに個人的には思ってます。まあ、個人的にはですね、170-65っていうサイズが本当はですねあれば一番良かったんですが、まあ流通量が少ないので、まあ完璧なサイズっていうのは手に入れるのはまあ難しいんじゃないかなというふうに感じております。まあ値段もですね、本当年々高くなってきている感じいたしますので、こうやって日本でまあ認知度が広まって、さらに手に入りにくい状態は加速していくかなっていうふうに感じております。まあ、ですのでですね、サイズの多少自分だったら160とか180っていうのにも目を向けていく必要があるかなって思います。まあ、ただですね、その考え方は個人差ありますんで、完璧なサイズを手にするまで探し続けるっていうのもいいかなっていうふうに思います。それではここまでご覧いただきありがとうございます。